ストレッチに入っていきます。誘導員をかわす6番の佐藤、後ろは9番の小川、さらには5番の柳と続いて、上がってきたのは4番の斉藤、前を叩きました。4番手に下がった6番の佐藤です。7番手遅れているのが1番の原口、4コーナーからホームストレッチ。間もなく残りが1周というところ、縦1列になりました。4番の斉藤がピッチを上げていく。2番手は7番の藤田、3番手には2番の井上続いている。4番手6番の佐藤、さあ7番手に置かれている1番の原口、まくっていけるかバックストレッチ。先にまくった6番の佐藤、3番手横田がこれは少し苦しい体勢。いいスピードで1番の原口が中段から3番手あたりまで上がってきました。4コーナーから直線。7番の藤田が抜け出そうというところ、外から1番の原口、さらには2番の井上、7番、2番と並んだゴールイン。